UFO 未確認飛行物体、ユーマ未確認動物、どちらもアナイデンティファイド未確認という言葉がつく。その存在は謎に包まれているがゆえに人々の好奇心を引く。しかし会いたいと思う時には会えず、彼らはふとした時に驚くべき形でその姿を表すことも多い。この DVD ではそんな思ってもみない形での彼らとの会交をたっぷりとお楽しみいただけるだろう。空を見上げているときに、いつもと何か違う光を見たことはないだろうか。一瞬光ったように見えるが、しかし気のせいと思い直す。そんなことがないだろうか。もしかするとそれは UFO 未確認飛行物体、それも宇宙の彼方からやってきたエイリアンの船かもしれない。これはある山のカルデラ湖を撮影したものである。ある男性が観光に出かけた際にスマホで撮影したものだということだ。まるで絵画のような風景、その中に美しい翡翠色の湖が河口に抱かれるように存在している。まばらではあるが、他の観光客も多数おり、皆珍しい山頂の湖の美しさに惹かれているようである。大自然の雄大さを感じる映像であるが、一体この映像に何が映り込むというのか。
お分かりいただけただろうか。湖面に黒い穴のようなものが開いた。その空間から一直線に上空に放たれる閃光を、もう一度ゆっくりご覧いただこう。非日常的な風景を映し出しているカメラがカルデラ湖へとその視点を映したその時、カルデラ湖の右端から黒い穴のようなものが現れ、次第に影を大きくしていく。その瞬間、青い閃光が一直線に上空に放たれた。それはほんの一瞬の出来事で、閃光は上空へと到達し、消えてしまった。これは自主映画の助監督が監督に説明するためあらかじめ撮影したロケ班映像だということだ。地方都市の住宅街で恋人同士の出会いのエピソードを撮影するため、実際の現場を想定して細かく説明しながら周囲の状況を映していく助監督の男性。しかし、あるものを撮影しようとしたときに、思いもよらないものと遭遇したのだという。男性は何と遭遇してしまったのだろうか。この感じでカメラに収めて、この辺りで喧嘩をします。ここでワンカットでここまで喧嘩をして、ここから、が戻って一人で歩いていきます。で、ここが車を止めた駐車場で、の住むマンションがこのままパンして、あそこを設定して、え？
お分かりいただけただろうか。マンションの後方からぬっと現れた超巨大な未確認飛行物体を、この辺りで喧嘩をします。ここでワンカットでここまで喧嘩をして、ここから、が戻って、が一人で歩いていきます。で、ここがが車を止めた駐車場で、の住むマンションがこのままパンしてあそこを設定して、え？もう一度ゆっくりご覧いただく。カメラが恋人役の女性が住むという設定のマンションへと移動していったその瞬間、マンションの3分の2はあろうかという超巨大な円盤型の未確認飛行物体がぬっと現れた。助監督の男性も驚いて、えっと思わず声を上げてしまっている。未確認飛行物体は音もなくスーッとまっすぐに空へ向かって消えていってしまった。助監督の男性は驚きすぎてカメラで追えなかったことを悔やんでいるという。これはある男性が友人たちと登山をした際の映像だということだ。すっきりと青空が広がる山頂で登頂の余韻を楽しむ一行。驚くほどたくさんのトンボが真っ青な空の下悠々と飛び交う様子に感動し、男性はカメラを構えたという。トンボの国に迷い込んだようなこの景色に不可思議なものが映ったことに気づいたのは下山した後だという。その不可思議なものとは一体何なのか。どっかに巣かなんかがあるんですかね。巣というかこれでも映ってんのかな。後で見たいんだけど。ブーンって言ってんのはトンボじゃないんでしょうね。あとで見てみるけどこれ暗すぎてなんか逆光、まあ、お分かりいただけただろうか。空中に突然現れ螺旋を描いて消えていく雲のような何かを。どっかに巣かなんかがあるんですかね。巣というか、なん
でも映ってんのかな、後で見たいんだけど。ブーンって言ってんのはトンボじゃないんでしょうね。あとで見てみるけど、これ暗すぎて、なんか逆光。まあ。もう一度ゆっくりご覧いただこう。トンボを撮っていた男性だったが、次第にカメラは周りの景色を映し出していき、頂上に祀られた祠から周囲に見える山へと視点が移った。その瞬間、白い雲のようなものが竜巻のように渦を巻きながら上空へと霧散していった。これほどはっきり映っているにもかかわらず、男性は撮影していた際は全く気づかず、下山後にようやく気づいたというのも不思議な話である。これは、とあるショッピングセンターの屋上駐車場から、空の模様を撮影した映像である。日用品の買い出しにと、やってきた男性。駐車場に車を止め、車外へ出ると、雲の切れ間から、光の柱が、放射状に地上に降り注ぐ様がとても綺麗に見えたので、思わずスマホを構えたのだという。俗に天使のはしごや天使の階段と呼ばれるこの現象、確かにその美しさに惹かれるのは人の常なのかもしれない。しかしそこには天使ならぬ者の姿が映ったのだという。果たしてその姿とは。お分かりいただけただろうか。雲間からまっすぐに落ちる金色の光の中を、空から地上へと降りていく人型の影を。
もう一度ゆっくりご覧いただこう。空の様子をゆっくりと撮影する男性。もう一度放射状の光を映そうと、カメラが太陽へと視線を移して数秒後、天から雷よりもっと太い直線の黄金の光がズドンと地上へ落ち、その瞬間、人のような形をしたものが雲間から地上へと降下する。男性も驚いて思わず声を上げてしまっている。これは何者かの襲撃が始まったということなのだろうか。世の中には驚くほど多種多様なマニアがいる。そんなマニアックな趣味の中でも、これは全国の夜景を撮影しに回っている夜景撮影マニアの女性が撮影した映像だという。都会のイルミネーションをくまなく映そうと、しかしゆっくりとカメラを動かす夜景撮影マニアの女性。暗い夜はやはりこの世の表側でないものも出てくるようで、夜景ばかりを映しているとたまに思わぬ侵入者が映像に映り込むのだという。この映像に映り込んだ物体を一緒にご確認いただきたい。お分かりいただけただろうか。高くそびえる鉄塔のてっぺん近くから飛び出す赤い光たちを、もう一度ゆっくりご覧いただこう。夜景のイルミネーションが輝く都会のビル群の中に、鉄塔らしき高い建物が建っているのが確認できるだろう。マニアの女性はなぜかこの塔を中心にしたところでカメラの動きを止めている。するとその瞬間、鉄塔の上部、赤い明かりから
たくさんの小さな赤い光が四方八方に飛び立っていった。一体どこへと飛び立っていったのだろうか。そして UFO はこの鉄塔を基地にしているのだろうか。外にいるときに風もないのに突然葉っぱがざわざわと騒ぎ始めたり、足元を何かがさっと通り過ぎたような気がしたりすることはないだろうか。ユーマ、未確認動物。彼らはなかなか姿を現すことはないが、もしかするとすぐ近くでこちらを伺っているのかもしれない。これはある観光地へ家族旅行に行った時に撮影した動画だという。とても仲の良さそうな3人の親子が白鳥のボートに乗っている。どうやら父親が撮影している様子である。幼い子供と一緒にボートの操作をしながら夕暮れの湖を楽しんでいる親子。まさかこの幸せの時間に恐ろしい危機が迫っていようとは思いもしなかったようである。その恐ろしい危機とは一体何だったのか、その正体をとくとご覧いただきたい。いなくなっちゃった。そう、右だ、右に思いっきりぐるぐるぐるってぐるぐるぐる、早い。よし、せっかく撮ってんのに。お分かりいただけただろうか。ボートの右手前に突然映り込んできた半魚人の姿を。あれ、鳥どこ行った？あ、いた右そうそうそう
然鳥と真逆に行っちゃってるよ。やるから逃げちゃったの？いないな、もう。殺しちゃダメよ、せっかく撮ってんのに。もう一度ゆっくりご覧いただこう。景色を映していたカメラだったが、子供が手を出したのか、画面の角度がくるくる変わる。お父さんらしき男性のダメダメという言葉の後、もう一度周りの景色を映し出したその時、ボートの黄色い船体に魚の鱗のようなシルバー色をした頭が魚、体は人間型をした半魚人が、まるで乗り込んでくるかのような姿勢で映り込む。家族は全く気づかなかったようで、この時ちょうど船体の角度を変えたために事なきを得たようだ。これは未解決の事件現場を訪れて撮影し、事件の全貌を推理するのが趣味の事件現場マニアが撮影した映像だということだ。この映像で撮影されている道を毎日通っていた女性がある日、帰り道で誘拐されたという事件が数年前に起こり、未だ犯人が見つかっていないのだという。実際に誘拐されたと思われる時間に現場へ行き、撮影をしていたマニア。この映像に、この世のものとは到底思われないものの姿が映り込んだのを、後ほど確認して気づいたという。その衝撃の姿をご覧いただこう。お分かりいただけただろうか。白っぽい門から抜け出すように現れた透明人間の姿を、
もう一度ゆっくりご覧いただこう。暗闇の中の道、街灯は少ないが住宅街なのだろうか。マンションやアパートのような建物はいくつか見える。そのうちの一つにカメラが注目する。この辺りが事件現場なのだろうか。画面が止まると、そこに映る白い門に何やらうごめく者の姿を確認できる。よく見ると、後ろ向きで門から抜け出そうとする人型。それは透明人間ではないだろうか。ひょっとすると行方不明事件はこの透明人間と関わりがあるのかもしれない。これはある男性が会社の出張である場所へと赴く途中の車内掲載カメラの映像だということだ。男性はこの後事故に遭ってしまったそうで、そのためにドライブレコーダーの映像を提出したようである。その映像に驚くべき姿が映っているので、偶然見つけた誰かが映像の一部をこっそり録画し、友人の間で回覧していたものがさらに広まったようである。そこまでして持ち出したかった映像に映っていた驚くべきものとは一体何だったのか。お分かりいただけただろうか。山道の防壁の上に立つ茶色い V 人猿のような姿を、もう一度ゆっくりご覧いただこう。豊かな森の中の山道をどんどん進んでいく車。サンサラを左に抜け、さらに進むと左右ともに防壁に囲まれた道に差し掛かった。その
右側の防壁の上、木立に紛れて一見わかりづらいが、よく見ると茶色い類人猿のような大きな姿が車の方を凝視してぬーっと立っているのが確認できる。がっちりとした上半身、長い手足、ぼんやりとしか映ってないので顔までは確認できないが、まるでビッグフットのようなシルエットである。日本にもビッグフットの仲間がいるというのだろうか。これはある用水路に設置された行政の監視カメラの映像だということで、どうやら水位の上昇具合といたずら防止のために設置されているようである。海外のとある流出サイトで非常に話題になり拡散した映像なのだそうである。一見何の変哲もないただの用水路の映像であるのだが、一体なぜそんなにも話題になったというのか。その理由を目を離さず最後までご覧いただきたい。お分かりいただけただろうか。川の中から左手側に茶色い壁を張って登っていく大きなトカゲのような姿を、もう一度ゆっくりご覧いただこう。柔らかな光の中でゆったりと流れる川、時折虫が飛んでいる以外は特に変わり映えのない映像である。
しかし画面中央あたりの川の中から比較的大きめの生き物が現れている。そしてそのまま左側面の壁を這うように登っていった。その姿はアルプス山脈に住むとされる未確認生物タッツェルブルムに酷似している。猫のような頭をした蛇、あるいは前足付きの蛇の姿と言われている。流出サイトではタッツェルブルムを捉えた唯一の映像として評判を呼び拡散されたということである。いかがだっただろうか。日常の中に突然現れた数々の不思議な現象、それは思ってもいない瞬間に突如として姿を現しまた消えていく。本当に衝撃の映像は狙おうと思っても狙えるものではないのかもしれない。彼らもまたこの日常の中で私たちと同じように別の日常を過ごしているだけなのかもしれない。その日常を覗きたければ何も気負わずふとカメラを構えてみるのが最善なのかもしれない。